はい、参議院議員会館より NHK をぶっ壊す。はい、NHK から国民を守る党参議院議員の浜田聡です。本日もよろしくお願いします。今回の動画ではですね、本日の私の活動を振り返ってみようと思うんですが、ちょっとね、時間がまだ早いというのはですね、いろいろ事情がありまして、本日夜に、大阪新幹線行って、また明日の朝、飛行機で、東京に戻ってくるという、ちょっといろいろ用事がある関係で、ちょっとこの時間に撮影をしております。本日はですね、いろいろと、なんていうか、案内物というかね、お誘いの案内が多かったですけど、まず午前中は、とある保守系のチャンネルで、動画の撮影、してきました。非常にネット上ではご高名な方と対談形式の動画で、ちょっと1週間後ぐらいに撮影、配信開始らしいので、ちょっとね、好評までしばらくお待ちください。で、本日たくさん案内が来たんですけど、一つずつね、紹介の方していこうと思います。ちょっと電話番号が書いてあるので、できるだけ避け、わからないようにすればいいのかなと思いつつ、まず1つ目は、格差解消と消費税を考える会のご案内、ということで、国会内でこういうですね、勉強会みたいなのが、ありまして、格差解消と消費税を考える会、第5回勉強会、ということで、お誘いですね、2月20日木曜日、17時からということ、衆議院第一会館で、あるわけなんですが、世話人の方がですね、有名なとこ、新井聡さん、岸本周平さん、寺脇健さん、前川喜平さん、松原仁さん、馬淵澄夫さん、ですね。ネット上ではですね、一部超有名な方が名前に連ねられてると思います。で、講師の方が財務省大臣官房審議官の方ですね。はい、現役の方でしょうかね。はい、現役の財務省の方にもですね、消費税、減税、を、お考えの方も、それなりにいるんだと思います。はい、次ですね、これは大丈夫かな。はい、国会エネルギー調査会という案内であります。建築物のエネルギー性能を上げるにはというタイトルでの、講演会みたいな感じですかね。2月27日木曜日16時から衆議院第一議員会館でありまして、講師の方がですね、2人いるのかな。はい、1人は中谷哲郎さん、日本エネルギー機構代表取締役、もう1人コメンテーターかな、はい、田中伸一郎さん、千葉商科大学准教授で、田中伸一郎さん、おそらく立憲民主党のブレーンの方だと思います。はい、総合党紀、国会議員など有識者などということで、こういう案内も来ております。はい、次ですね、幼児教育類似施設の課題を考える超党派議員の会、ということで、来ております。ちょっとファックス番号だけ、伏せさせてもらっております。設立呼びかけ人代表者が長谷博さんですね。はい、こんな案内も来ておりまして、2月18日に16時から、火曜日ですね、16時から衆議院第一議員会館で行われます。講演される方が世田谷区長補佐官徳仁さん、この方もそうですね、補佐官世田谷区長でございます。はい、幼児教育類似施設の課題を考える超党派議員の会、ですね。はい、議員連盟みたいな感じでしょうか。はい、あとですね、ちょっとね、こういう案内、たくさん、今日は結構特に来てます。ちょっとね、なかなかあまり面白いかどうかは分かりませんが、こういうのが来てまして、これはアニマルウェア、動物福祉を考える議員連盟、設立総会、
並びに入会の案内なるものが来ております。2月19日木曜日15時から衆議院第一議員会館によって であります、はい。参議院議員呼びかけ人として参議院では尾辻秀久さん、福島瑞穂さんで、衆議院議員では太田昭宏さん、鴨下一郎さん、長谷博さん、などなどですね、来ております、はい。あとはですね、次、これはなんか講演会の案内ですかね、はい。三浦瑠麗さんの講演会だと思うんですけど、ちょっと、はい、ちょっと読み上げますと、政策フォーラム日本人価値観調査2019を与野党はどう受け止めるかのかのご案内で、2020年3月10日火曜日、午後5時からで、参議院議員会館地下1階で行われて、まあ、テーマが日本人価値観調査2019を与野党はどう受け止めるのか、登壇者が世耕弘成参議院議員、大阪政治衆議院議員、あと三浦瑠麗山猫総合研究所代表であると、まあ、無料みたいですね、はい。まあ、こんな案内も来てましたし、次ですね、またこれも議連ですかね、ですね、これは大丈夫かな、はい。超党派の気候非常事態宣言決議実現を目指す会、設立総会のご案内ということで、こちらも2月22日、11時10分から参議院議員会館の方で行われます、はい。あとたくさんありますね、はい。これが最後かな、はい。こちら、はい。超党派脳卒中循環器病対策フォローアップ議員連盟第2回総会のご案内、ということで、参議院議員尾辻秀久さんが会長の会で、2月20日木曜日、午前8時から朝早いですね、参議院議員会館で行われます、はい。ということでこれで以上かな。あと最後こちらですね、こちら、この前の共同親権のお話なんですけど、まあ、それを進める団体の方から直接議員会館の私の事務所の方に、来ました。名前はですね、親子断絶防止法全国連絡会というところから、まあ、来てですね、2月29日に、池袋池ビズ多目的ホールというところで、13時から17時まで、まあ、講演会が親子ネット講演会というものがあります、はい。まあ、このネットはインターネットのことじゃないと思いますけど、で、まあ、講演されるのが、加田由紀子参議院議員ですね、まあ、実はですね、この加田由紀子参議院議員は本会議で私の席の隣 でして、まあ、結構お話はさせてもらっております、はい。まあ、元ね、滋賀県知事ですね、はい。であと登壇者もう一人、明石市市長泉房穂さんですね、この方も有名ですね、いろいろとニュースで有名になられた方だと思います、はい。まあ、メンバーとしてはね、講演されるメンバーとしてはなかなか豪華なところではないかなと思います、講師のこの2人の講師の先生方に加え、串田誠一衆議院議員、真山雄一参議院議員、あと長谷博士衆議院議員の政策秘書であったり、まあ、その他の方が登壇されるみたい、パネルディスカッションで登壇されるとのことでした、はい。まあ、こんなところでたくさん案内が、来ます、はい。あとですね、久しぶりかもしれませんが、国会図書館、国立国会図書館が出している一周ブリーフっていう情報冊子が来ました、今回は、官補声明のなんだっけ、不適正募集問題をテーマにした冊子と、あとオーバーツーリズムですね、はい。欧州
諸国の事例と日本への示唆ということで、来ております。まあ、この一周ブリーフというですね、冊子はですね、分量が適度なんですね。1、2、3、4、5、5ページぐらい、の分量でまとまってて、しかもこれインターネットで読めますので、まあそうですね、動画説明欄の方にリンク貼っておきますので、興味のある方見てください。結構タイムリーなネタを扱ってる報告書というか、まあ、調査書みたいな感じですかね。はい。ということで、まあ、本日の報告は、そんなところになります。まあちょっとね、これから最初も言ったかもしれませんが、まあ、夜7時、8時頃から、新幹線で大阪の方へ行って、まあ、新幹線乗りながら打ち合わせ、ですね、立花党首と、あと、まあ、ね、籠池夫妻かな、はい、あとは青汁王子こと岬竜太、裕太さんか、はい、あと上杉隆幹事長、といったメンバーで、まあ、打ち合わせしながら、新幹線乗っていきます。はい。で、まあ、私以外のメンバーはですね、明日向こうで記者会見かなんかするのかな、はい、というのもあってですけど、まあ、私明日は国会で、ね、国民生活経済に関する調査会で、まあ、質疑の出番がありますので、まあ、ちょっと朝一でこちらに帰ってくることになります。ちょっとね、忙しいですけど、まあ、頑張ります。というわけで、本日の報告を終わります。最後までご視聴ありがとうございました。参議院議員会館より NHK をぶっ壊す。ありがとうございました。